フランキー・ヴァンデル・エルストは、ベルギー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。現在は、ベルギーファーストディビジョン A のキロボルト・オーステンでの暫定監督を務めている。クラブディフェンスには、自信を持ち、激しい当たりと、マークで相手に仕事をさせず、危険察知能力が優れ、キャプテンとしてもチームをまとめるベルギーを代表する、名選手。 RWD もレンベークでキャリアをスタートさせ、激しい当たりを慎重にプレーをし、レギュラーとなると1984年には、ベルギーのクラブブルージュに移籍。ディフェンスの中心として、チームを支え、リーグ優勝5回、カップ戦4回の優勝に貢献した。代表代表では4大会連続で出場し、初出場は1986年メキシコ大会で、 DF として数試合に出場に止まったが、1990年、1994年、大会は DF、MF として出場しチームのゲームメーカーの C4 に、バンデルエルストが後ろにいると安心できると、言わしめたほど、ディフェンスで活躍をすると、最後の出場となった1998年、フランス大会では、若返りを図っていたチームにおいて果たした役割は、大きく、 絶対に手を抜かない、プレースタイルは若い選手の見本となった。また2004年3月に、ペレが選ぶ偉大な選手125人の一人に選出された。現役引退後は指導者の道を進み、2011年より、新都とロイ VV で監督を務めた。ありがとうございます。